じゃあ今日はこの心拍を、はい、枝の剪定と針金掛けですね。この間ひてひねり、丸々万円でやった木、そうですね、全然枯れてないんで、枝抜きをして針金整理というところですね。ひるまさん、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。一応年明けから、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこの時期ですね、なんで切るかっていう一つに、細い木なんで枝数を減らしたいと、うん、これが3月4月になって成長期になってきてから枝数がこんだけ残ってると太っちゃうということで、前も話してたんですけど、これ3分の1ぐらいだったんですね、前ね。それがもうこんだけ太っちゃったって、これだけの枝があったからということなんで、枝を抜いていきます。それから杉一般もですね、この時期抜いた方が安全かなというふうに思ってます。成長期にね、切るとまあ弱るっていう話があったり、若返るって話があったりするんですけど、はい、いずれにしても成長期に切ると出るんで、まあね、まだ休眠期お休みしている間に照り散り切っちゃえということですよね。で、針金整理はまあこの時期がいいよと、はい、いうことですね。これね、まずちょっとまだ実は悩んでるのは、はい、これを落ち枝にしてこういうふうにこっちへ流そうか、うんうん、優しい作りですよね、はい、それとこれをグッとこっちに返して、あ、こっち流れに厳しくする、うん、まあ、心拍なんで本来こういう作りもあって、場合によってはこれ取っちゃってもね、こっちの流れするってのはあるんですけど、とりあえずはオーソドックスにこの落ち枝と裏枝とそれから上をちょこちょこっと作って、こちらの中で優しく作ろうと、うん、はい、いうことですね。必要な枝をいくつか、究極はね、枝3本っていうんですよね、本当は。へ必要な枝、これが必要ですね。まず挿し枝として、これちょっと収縮つけておきますね。これが1個、うん、それと裏枝、2番目に必要なのが、はい、挿し枝、挿し枝が1個で、裏枝はこれだな、これですね、これがありますね。これが裏枝、はい、これが裏枝ですね、はい、これがいります。あとは頭の方はちょっとやりながらですね、うんうん、ということで、裏から切るの怖いんだけどこれが挿し枝っていうことは、はい、これいつを生かすためにこの近くのこういう枝、この枝ですね、はいはい、この太い枝抜きます。抜くのは今言ったこれが一番大事な枝なんで、はい、挿し枝のすぐそばにあっとこれが生きてこない、うんうんうん、こいつを生かすためにあえてこいつを抜くと、はいはい、なるほど。で、次にこれが裏枝がここにできてますよね、はい、そうすると裏枝ここ2つ次下から2つ枝が出てますね、うんうん、どっちか抜くんですけど、ここに裏にここに枝がありますんで、はい、ここ裏重なっちゃうんで、ここに裏枝がありますよね、はい、とここ重なっちゃうんでこいつを抜くと、ここら辺来るともう一回 裏が欲しくなってくるんですね、うんうんうん、もう一個ぐらい、そうすると近いこいつは取ると、なるほど、これとこれが近いですね、これとこれが近い、うん、でここに裏枝があって、ここ少し間がいって裏あと全部 ないんで、これで裏枝を作るために近いこれを取ると。大まかにこんなところですかね。そもそもなんですけど、はいはい、これ切って、ええ、最初に取ってくるから切る、そうですね、っていうのも多分あります、わからないと思うので、ああ、なるほど、そうですね、葉っぱが多いとそれだけ水を吸って元気に活動しちゃうんで、はい、できるだけ枝数を減らした方が細いまま維持できると、うんうんうん、ね、逆に太くしたい時は枝を残しておいた方が太くなりやすいってことですね、はい、だよく黒松なんかだと太い木を作るために芯を走らせてボーッと、うんうん、でそれで元気つけて太らせてで切って作るっていう商品盆栽なんか、なるほど、そういうのありますけど、ザルとかでね太らせたりしますけど、はい、分人の場合は分人だから、うん、極力枝を減らすとで細く作っていきたい、そういうことですね、なるほど。ここですね、問題はね、どっち取るか、はい、いい枝なんですけど、もう一つはね、ここをまた一つ見どころとしたいということで取っちゃう、はい、ここをね、曲を見せるために、見せるために、はいはい、肩を見せろって言うんですよね。こんなとこかな、これぐらいにしておきましょうか、はい、であとは少しこういう重なったところですね、一箇所からたくさん出てるんで、うん、こういう枝を抜いていって少しこういうところ整理して、これもこういうやつですね、細かいのを取って、はい、細かいのを取っていくと、こう枝にならないやつですね。枝がさっき3本でいいっていう話、はいはい、そうっていうのは、はい、刺し枝と裏枝あと頭ですね、はい、究極だから全部取っちゃうっていうのはね、究極ですよね。
で剪定するときは、はい、そこを一応意識して、はい、どれがそこになるかっていうのを意識してやっていくってことですね。そうですね、はい、この中でも一番大事なのは今ワークがつけたこの2つ、うんうん、刺し枝と裏枝。なるほど、そこを決めて形を考えていくっていうのは、ね、はい、あとはどうでもどれがなくなってもどうでも作れちゃう。なるほど、うん、曲に言うとこれだけで作れちゃう、うんうん、ですよね。今ちょっとこれ曲がりすぎてるんで少し逆に少し起こして、はいはい、でこういう風に作っていますね。じゃあ針金かけていきますか、はい、お願いします。はい、まだ多いかな、ちょっと枝3本って言っちゃった手前もあったんですけどもうちょっと向かないといけないかなってはい、はい、これはねちょっと強いんで、まあ差し枝がねここにありますからこれもちょっと取っちゃう、うん、ましょう。はい、うん、まあこれもあってもいいんですけど、あとは上の方でちょこちょこっとこう作ればいいんで、これも取っちゃいましょう。そうすると刺し枝があって裏があって、でもう一回この辺で、そうですね、うん、裏から少しこっち側に振るぐらいの感じで作って、でこの辺全体でふんわく頭を作ってあげれば、うん、はい、これもちょっと多いですけど、まあ、また枯れるのもあるかもしれないんで、はい、そんな感じですね。はい、はい、こうねじりたいんですね、うん、はい、こうねじりたいんでここの下側に入ってきて、下側に針金が入ってきてこっち側へひねると、セオリーから言うとね本当は押さえたいんで上に入るんですけど、一応ねじりたいんで下に入ると、うん、いうことで知らずに、ね、手が動かないな正月だけお正月は家ではやってなかった。やってないですね、あダメですね、全然あれですか、こたつ入って、こたつもないんですけど家だとね寒いんでなかなか寝る気が、ね、やる気があなかなかダメですね。で、あの曲げない時でもやっぱりこの背中のところに基本ですね、こう、はい、この背中にね、はい、かけるっていうことですよね。そうですね、今は、はい、どことどこかけた、あ今はあれですね、一番下の枝と、はい、それから一番上の枝まで、はい、ここから、はい、そうですね、もう一個はこっち、はいはい、でちょっとあのこの太さでかけたのは、はい、ちょっとここはあまりにも鋭角なんで、うんうん、先ほど言ったこちらへこう返すんだったらここは効いてくるんですね、うんうん、ここが返ってきてこちらへ返すっていうのはいいんですけど、今回こういうふうに作ろうということなんで、むしろ今日ちょっと起こしたいと、うんうん、いうこともあってちょっと太い針金かけてます。なるほど、で、先ほどこれをこう返すわけですね、はい、こういう形で、まあ、どっちでもいいんですけどこっちかけますか。で葉っぱを巻き込まないようにですね、めっちゃそうですね。ね、本当ね、凍ってるんでね、まだあの枝の芯が凍ってるかもしれないですけど、あとは、大体20番と22番ぐらいですかね、番線でいうと。はい。はい。これ20番ですね。20番。はい。これね、はい、お気に入りのハサミで。またグッズ紹介。グッズ紹介はね、ハサミはいっぱいあって。前は何でしたっけ、前は何だっけ、針金切りですかね、針金切りでしたっけ、似たようなハサミがいっぱい、まあ、こんなのもあるしそのいっぱいあるんですけど、もうか、これはあれですね、あの植え替えするときの根っこを切る、はいはいはい、ステンレスで砂利とかのも一緒に切っちゃうんで、あのそんなに高くないやつだけど丈夫なやつですね、はいはい、でこれはね最近あんまり使って、これもステンレスですけどあんま使ってないですね、はい、一番普段使ってるのがこれ、ここら辺はね3つマサクニなんですけど、はい、まあこれとこれも同じようですけどね、これは普通の剪定バサミで一番よく使ってるやつで、はい、これはあの歯切りとかですね、雑巾のケヤキだとか五葉松とかもやりますけど、まあ、葉っぱ関係をやるやつですよね、はい、これすごく使いやすいですね、これなんでこれとこれは同じような用途で、いや、これ欲しくて買っちゃったんで欲しくて買っただけなんで、はいはい、どっちもいいですね、はい、あの葉っぱ切るやつは収集的なこれがそうですね、まあ、一番使ってる、うん、でこれはね、越郎ってやつなんですけど、なかなかずっと欲しくてようやく見つけて、もう多分作ってないんですけどね、これ剪定バサミですね、それ用途が違うんですもんね、うん、そうですね、まあ、こういうところは一緒ですね、うんうん、こういうところも一緒ですね、なるほど、はい、特に、はい、
それ以上ないです。20番でいっちゃいますね。その何番とかいうのもあれですよね。ああそうですね。番数がそう多い方が多いほど細いですね。20番とこれが22番。アルミ線はここに書いてある。あ、そうですね。ん？ここに書いてある。あ、すいません。あれがの父さんの見本。右に行くほど太い。何ミリで書いてあります？書いてある。22番が 0.。22番が 0.1？ 0.7。0.7。俺たちに入ったことは許されなかったことだ。許されなかったですね、昔はね。本当に許されなかったよ。アルミなんつってね、笑ってたもんだったもんね。怒られたもんね。動線をさ、こういうのね。ただ太いやつなんかはあれですよね、アルミ線よく最近使うようになりましたね。この間足立さんが心拍たくさんやってましたけど、はいはい、あれ無理してやっぱり動線でやってたから結構細かい、曲ができなかったんだと思うんですよね。アルミ線だと結構だからこういうのもピッチもあえて本来はプロはっていうか、うん、もっと詰めた方がかっこいいんですけど、はいはい、間に入れていくことによって細かい曲を作りやすくなってくるわけですよね。だそういうのも、まあ、これ動線でやっちゃったんですけど、アルミ線の方が本来は曲げやすいん で、うんうん、で太ければ効きますから、もうアルミ線で細かい曲をつけた方がつけやすいっていうのはあるんですよね。動線とアルミ線の変えるところってやっぱ木の種類で、そうです、変えてくるんですね。そうです、雑木は動線は絶対使わないです。へ、雑木は動線は絶対使わない。で小白は動線なんですけども、先ほど言ったようにこういう幹掛けするときなんかは意外とアルミ線を使った方がよくできたりしますね。なるほど。最近の大宮の人なんかも、この変わってきて盆栽町の、プロっていうかね、多いですよね、増えてきましたね。初心者の人が買うんだったら、うん、まあ、でも木の種類によるのか。あ、でもね、だからアルミ線の方が、まあ、便利、やりやすいし、特に女性の方は力ないんで、うん、そうですね、ね、まあの方がいいですね。まあ、アルミ線しか持ってないです。はい、アルミ線でいいと思いますね、うん、そんなにこだわる必要ないんで。大きい木じゃなければそういけますよね。そうですね。雑木にもね、ちゃんとテープ巻いてかけるなんて人は少なくなっちゃったですね。雑木はね、これ巻くんですよ。はいはい、ね、アルミ線に傷つけないように、うんうんうん、でアルミ線の方が太いじゃないですか、はい、だから食い込みも少ないんですよね、うんうん、だから雑木はやっぱ傷物にしちゃいけないんで、うんうん、アルミ線で太い針金で食い込みづらくして、なおかつこういうものをクッション材として巻いて、これなんてやつですか。これは紙テープ。紙テープ。もう100円ショップ行けば2、3本入って100円で売ってますよ、これ。ちっちゃくだな。軍人はね、やっぱりあと幹に寄せろって言うんですね、うん、ただこれをやっぱり効かすためには、はい、ここあんまり下げちゃうとこれとこれが距離が近くなっちゃうんですよね、うんうん、見た時にこれがやっぱり効いてるねってするには、少しこのためにはこいつ少し上げてあげて、うんうん、この感覚を取ってあげる、うん、なるほどですね。ちょっとまだこれでも多いですけど、これで全体あと少し、本当はね細かいのも全部かけるといいんですけど、一旦ちょっと先端だけ、あと下の方の枝ですよね、こういうのを取って、うんうん、プチプチ今取ってるのは、うん、そう、これは上の先端出てるやつですね、うんうん、でこれもほら床屋さんと一緒でよくこうピュッてやって飛び出るとこ切るじゃないですか、はいはい、そういう感じでそうするとやった時にこうまとまるっていう、指でちょっとつまんで出たところを取ってあげると、はい、心拍は葉っぱがこういう V の字みたいなのがいっぱいつながってる葉っぱなんで、こいつをこう引っこ抜いてあげる感じですよね。でよく言われるのが、枝を切りなさいよっていう時に、この枝が長いなと思って切ろうとしてこうやって切っちゃうと、うん、この手前の葉っぱも切っちゃうわけです一緒に、はいはいはい、ですとその先端が焼けちゃうということなんで、ほうほう、これを例えばここを長いのを切るよっていう時は、こういうふうにハサミを斜めに入れるんですね。はいはいはい、はいはい、こう入れると手前の葉っぱも切っちゃうんで、うんうん、こう斜めに
こう入れると、で軸だけを切ってあげると、この葉っぱを絶対切らない。なるほど、これは大事な切り方ですね。手でやるときは普通に、手でやるときはこういうふうにさっき言った V の字が重なってるような感じなんで、こういうのを先端で抜いてあげると。抜く感じですね。はい、抜く。でこれもよく言われるのは爪で抜くんじゃなくて、指の腹で、腹ってこのね、ここでこう押さえて抜いてあげると。なるほど。こうやると先端が、繊維がやられちゃうんで、こうやると枯れちゃうわけですね。はいはい、あくまでもこういうふうに指の腹で抜いてあげると、でこう V 字が残るような感じですよね。なるほど、はい、傷つきにくい。そうですね、ってことですね。はいはい、残った葉っぱを傷つけないっていう。これは形を整えるっていうだけなんで、伸ばさないためにかなと思ってました。ああ、まあそれもありますけどね。それもあるんですか。はい、伸ばさないためもあるし。草もみんな凍っちゃってて、固まってますね。うん、本当こんなのがね面白いんですけどね。これだけどこういうのはいらないんですね。時は忍ぶ。なくてもいい。これ単調層なんですよね。単調層。よくわかんないですね。よくわかんない。本当はこれに葉っぱがちょっと出てくれると、これでも大きいぐらいかな。すごいですね。根が回っちゃって。でもこれがね、大事なんです。この鉢こぼれって言ってね、はいはいはい、鉢からこういうふうにせり出してくるような、これも裏までいっちゃってるから、ちょっとこれ切らなきゃダメですけどね。簡単な食みたいのあるんで。もう雑草だな。とかね、こういう感じで、ね、お遊びで面白いですよね、こんなんでちょこんと家で、確かにこれ1個でやるよりあった方がなんか、そうバランスがね、ね、話した方がいいかもしれない。まあいろいろですよね。ちょっとこの辺に置いてみるとかね。実際こうやって飾る時、その作品展とかだよね。作品展以外で飾ることってある？あ、ないですね。子供とかある人は、ね、家にね、家にある人はこういうのちょっとあればね、お正月お酒飲みながら、ね、いいですよね。ね、お茶飲める気だって言うんだけど、やっぱ氷が効いてきますよね。ストーンと落ちてるね。確かに。うん、だからそこを生かすために、さっき言ったこれを取っちゃうと、もっともっとこれが生きてくるって。これをどうするかですよね、この2つをね。なるほど。ちょっとまあ、針金細かいのは全然かけてないんで、いい加減ですけど。これはこの後は針金外して、そうですね、あともう一回植え替えですかね。植え替えって感じです。そうですね、今角度がね、今合わせるためにこれをドバチ使ってますけど。なるほど。まあこれだってでかいですよね、鉢がね。もっとちっちゃくしないと。ただまあ鉢を小さくして枝数を減らして、もうあと太らせないでっていうことを維持して、あとは今度皮むいてひとひねりしてやるはずなんで、水水がね出てきたら面白いですよね。これは溶剤とか塗って白くしたりとかするんですか？こういうのはしないんですか？やってもいいんですけど、まあもっと完全に綺麗に剥いてからでいいと思うんですよね。じゃあもっと先の、そうちょっとあれだな渋すぎるなこれこれはちょっと今冬なんだよね単調層のこうね、このこれ単調層ですね。なんだか分かんないです。ちょっとごめんなさい、歯ブラシで磨きようとかでね。まあまあでも、まあね、雰囲気は伝わると思います。雰囲気はね、あんまり思います、はい、アップにしないでって感じです、ね、じゃあそんなことで、はい、はい、ありがとうございます、はい。